Spinner。 このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタパタにぎやかなイングリッシュレッスン。世界中で起こっているさまざまなニュースやトピックスをピックアップ。イギリスとアメリカの英語や文化の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。 Spinner SpinnerUK versus US. UK versus US. Fancy an English battle. Fancy an English battle. UK versus US. Fancy an English battle. Season 2. We got it. You got something. We got it. okay. いいです、このエネルギーを。ああ、もう、なに、you're just laughing. Sorry, that's a hard one. I think it's okay. What's up? Harry! Hi, guys! Hello! I'm Harry Sugiyama. 超元気じゃん。Fancy English teacher, Harry Sugiyama です。I'm the fancy English teacher, Harry Sugiyama. もう番組名がもうあれじゃないですか。ごめん、ね、ですね、ハッシュタグスピナカスから、はい、皆さんからいつもいろんなコメントとかね、はい、こういうこと知りたいです、教えてくださいっていうコメントがいろいろ来てるんですけども、一流さんからこんなの来てます。話されていた海外向けに翻訳された日本のアニメってどういう風に表現されるのか気になりましたっていうね。はいはいはい。で俺前も話したのかな、ドラゴンボールの技がどういう風に訳されるのかちょっと気になったのよ。いろいろ検索して本当のその事実っていうのはまだ分かってはいないんですけれども、はい、ちょっと調べたところ、ドラゴンボールで、例えばカメハメハはそのままカメハメハだと思うんだけども、魔漢光殺法って、なんか分かるよね、分かります。あれはスペシャルビームキャノンらしいのよ。でもこれオフィシャルじゃないからね、オフィシャルじゃないんだけども、はい、それさらにいろいろ見てくると、太陽圏、ソーラーフレア、あ、キエンザ、デストラクトディスクっていうね、デストラクトディスク、そう、まあ、なんか、ああ、そうなんだな、でもこれ本当かどうか分かんないよ、関係者に聞いてて間違って本当ごめんなさい、はい、でその延長線で俺が見てるサイトで、はい、ね、何カメハメハってこれでしょって、はい、タートルビームっていやいや出ましたFancy in English battle, the first F word. You heard it. Fancy in the F は、the F. あと魔漢光殺法、マジカルライトペネトレーションキラーキャノン。いや。いいですね。ひどい。本当ひどい。ごめんなさい。本当許しておくれこれ。ねえ、お昼前ですからね。お昼前。お昼前っていうか皆さん聞いてる時間わかんないけども。I'm sorry, I can't understand の意味。意味がわからない。ジェニーがちょっと意味がわかんない。どうすればいいのかな。説明 please。ごめんなさい。これ、like、おそらく間違ってると思う。本当間違ってると思う。以上、それだけ。俺のスピナカスからの。あ、止まった。なのでごめんなさい。正式な訳はわかんないですけども、ちょっとこれ次回に向けてもうちょっとしっかりと勉強していきます。ジェニーさんどうですか、スペナカスみたいな。ちなみにですね、私がちょっと面白いなと思ったものがあるんですけど、はい、この後にプレッシャーがすごいですね。いや大丈夫、俺の面白いのは単純にちょっとグロかったから、うん、いやまさかそんなパンチワードがパンチランエグッと思ってましたけどちなみにですね、私が見つけたものが前回、うん、あ前回ちょっと前にですね、私たちインター語について話してました、はいはいはい、稲見さんからのツイートでございます。まあ、ごめんね、sorry と、こんにちは、what's up で思い出しましたが、僕は大学時代、同じ英語オタクの友達と、ありがとうへの返答として、君は welcome と言っていました。カタカナで、you're welcome。君は welcome、I love it。それなんか、ルーさんの一歩手前ぐらいだよね。そうですね。そうですね。ネミミニウォーターみたいな。ネミミニウォーター。ネミミニウォーター大好き。いいですよね。あといっぱいあるな。でもそれ結構使いやすいやつかもしれないよね。使いやすいです。君は welcome。ごめんな、sorry って。ごめんな、sorry、I love it。超インター語だよね。そんな流れのいいもの意外とないですよね。ごめんな、sorry。Like ごめんな、sorry。ごめんな、sorry。Listen, I'm so ごめんな、sorry。インター語なのか違うと思うんですけど、うん、実はマクドナルドでちょっとなんかそれインター語チックだなってものがあるんですよ。はいはいはい。こう何か了解しましたっていう時に
サンキューですって言うんですよ。あ、了解しました、サンキューです、ありがとうございました、サンキューです、サンキューですなんですよ。わかりましたって言うとダメですって怒られるんですよ。え、そうなんだ。そうなんですよ。だからなんでここにインターボらしきものがあるんだろうっていうのが私あったりしました。はあ、そういうのあるんですね。サンキューです、なんで癖づいちゃってありがとうございますもん、サンキューですって困りますよね、逆に社会に、ね、そうだよね、サンキューですとかって言って名前がジェニーだから許されるんですけど。なるほどそう、実はね、 でもなんか気がついた日常の一部になってるかもしれないよね。インターボっていうレベルじゃないかもしれないけど、うん、サンキューですとかさ、だってそうです、ね、あの結構歌詞とかも出てくるじゃん。 Thank you です、 Thank you ですじゃないよ宇多田ヒカルさんとかさ結構出てきます ね見事日本語とさ、うん、英語合わせたりとかするじゃん、うんうん、ね、確かに、 Thank you、 近い未来かもしれないですね。ああ、一着まだ残ってますよ。そうこれこそカットするべきかもしれないですけど、今調べてて、はい、オフィシャルの中でドラゴンフィストっていうのがありますやばいじゃん、オフィシャルでどういうこと、何オフィシャルの翻訳でオフィシャルのドラゴン剣、ドラゴン剣がドラゴンフィストいやいやいや、だからやばいですね、いやこれこの流れだからそう聞こえてるだけですよ、うん、なるほどね、そういうガチのオフィシャルなんだよねそうそうそう、そのなんていうの、ドラゴンボールの裏版みたいなものファンが勝手に作ったやつ、裏版をやめて、ね、違うんです、今のはちょっとまずいかもしれない、いきます、そうですね、ハッシュタグスピナカス、うん、SPINUKUS、から私も一個出てきました、はい、六兵衛さん、うん、英語を話すことは少し慣れてきたけど数表現でいつもわたわたしちゃいます。旅行行った時の話とかで泊まったホテルの値段とか、一桁間違って伝えてすごい驚かれたり、どうにかうまく伝えられるには、はい、どうしたらいいですか。これむずいよね、うん、なんとなく言ってる意味わかる、ジェニーは。あ、なんとなくですけど、うん、僕はもうね、これはもう鉄則で、はい、100万はミリオン、あ、そうですね、これはもう忘れなければいろいろと見えてくるはず、うん、100万を超えることってあんまりないと思うけど、ただ、うん、わかんないけど、じゃあハリウッドスターのさギャラとかで言うとさ15億とか150億する、うんうんうん、英語でなんて言うのって、億だと、あのミキさん100ミリオンですか、100ミリオンなんですよ、100ミリオン、100ミリオンなんだよね、だから億は100ミリオンね、100万がミリオンって覚えておくとなんとなくいろいろと見えてくるはず、うん、と思ってるけど、もう下がっていくだけだから、うん、うん、2人はどう思う、Is that good? Yeah, I think that's good. Yeah. Yeah.いやすごいわかりやすい、あのすごい面白いのがその、まあ4桁で数えるっていう文化と3桁で数える文化にやっぱり大まかに分かれるみたいな、はいはいはい、あのなのであの昔、日本でもあの点をつける場所がなんか4桁からっていう表記の仕方もあったみたいで、今ではもう10って書いてカンマ入れて、そうそうそう、123ってやって1万、うん、でもう一個面白いのがあの要は外資系とか日本で働いてる外国人の方とかがすごい万っていう数え方を気に入っちゃって1万2万って使うようになってる、へー、あ、聞いたことある、ありますよね、友達がいます、1万、そうですそうです、でその人たちも今度英語に直すときに混乱していくんですよIt's 1万10K みたいななるほどね、なんかとりあえず0を2個引けばその数字になるから、そう、そうですね、うん、そうですね、0、2個、Yes, yes, yes, yes、そうです、あとまあ K で覚えるのいいですね、なるほどね、 K が1000なので、はい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 、あのインスタグラムとか特に分かりやすいんじゃないかな、 10K とか、10K とか英語を表記にするとそうやって出てくるんで、うん、それで覚えられる、そうね、だから SNS に出てくる数を見るとちょっと勉強になるかもしれない、そうだよね、うん、いい練習になりますね、元はラテン語から来てるんだけど、 K とか M とか、あ、ヒロ、そう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 だったりしますね、そうなんです、ジャマイカ人がさ、はい、その技使ったらさ、はい、ごめんね、さっきはすごい俺の足と当たってるよねごめんなさい、これ皆さんワンポイントイングリッシュあのフレーズなんですけど、はい、フッツィーって分かりますか、フッツィー、はい、分かります、 FOOTSIE ってね、これさっきはずっとジェニーと僕の足があのスタジオのこのあのテーブルの下で当たっちゃってて、oh, no. フッツィーっていうゲームがあるんですよ、これは大体なんか結構仲いい方々同士でちょっと誰も知らないところでイチャイチャするときにフッツィーをプレイしたりするんですよね、あ、そうですね、でもなんかたまに、ま、テーブル挟んでるんですよ、私たち、はいはいはい、向き合ってるんですけど、私とハリーさん、はい、あの大体なんか下に機材とか置いてあったりして、そう当たってるから完全にこれあの生足じゃなくて、もうなんか大体機材とかさ、そう機材かなみたいな、うん、そうですね、なんか大丈夫かなと思ってちょっと見たんですけど、なんか触ってる感じがもう本当に丸くて、すみません、あれちょっと違うと思って見たら、はいはい、あ、 I'm so sorry みたいな、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、あの決して我々はフッチーしながらあのオンエアやってるわけじゃない、収録してるわけじゃない、ミッキーさんの話ちゃんと聞いてますから、はい、僕はお二人の足触ってたと思ったらもうテーブルの足だ寂しいなっていう
あれ僕も仲間に入れてよみたいな感じ。あ、でも確かにテーブルのフットだからね。Yes, table leg. Table leg. Yes, 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 yes. フットでいっとこう。Or someone else's leg. Or maybe somebody, someone else's leg. Someone else's leg. Oh, 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 oh. Sorry, sorry, sorry. 皆さん落ち着きましょう。え、何の話でしたっけ？はい、数です。数ですね。はい、数完解決。この回で終わるやん、これも。数完結しましたね。完結しましょう。うん。OK です。参りましょう、はい、ということで、今回取り上げるニュースはこちらです。Rescue robot Atlas from Boston Dynamics has been filmed completing a parkour obstacle course while performing coordinated backflips. Wow.うん、こちらですね、日本語にしますと、ボストンダイナミクス社の救助ロボットのアトラスがですね、タイミングを合わせた爆地を披露しながらパルクールコースを完走するところが撮影されました。これね、ツイッターにね出回ってましたね、うん、すごかったんですよ、うんうん、2体同時に合わせてやってて、見た、めっちゃ拡散されてたよね。すごいですね、 CG なんじゃないかって言われるぐらい、うん、すっごく動きが豊かっていうか、豊か、いや、まあまあ豊かなんじゃないの、うん、すごいヌメヌメっとしてて、いやね、なんかちょっと未来を感じてしまいましたよね、これは。やばいですよ、うん、そもそもパーカーっていうのね、これミキさんどういうふうに発音します？僕はパーコー、パーコー、パーコー、はい、パーカー、パーコー、俺ね、あんまこの言葉ね口ずさんだことないから、もしかしてミッキーが合ってるかもしれない。パーコール、まあ、でもパーコール、ね、パルクールですか、これパルクールの方がもう馴染みがすごいある。そうですね、うん、そうですね、ね、で街の中をね走ったりバク転したりしてさ、ジャンプしたりする、実際スポーツですからね、これは、ね、これもともとフランスのスポーツなんですよね。あ、そうなんですね。そうです、そっか、だから英語の発音がちょっと意味わからなかったんだ俺。バク、多分そういう感じなんでしょうね。そうね、ね、ね、そっか、ロボットエティモロジーっていう言葉もここで勉強していきたいね、はい、そう、ロボットエティモロジー、語源ですね。エティモロジー、 What's the etymology ってよく言ったりとかするよね、はい、はいはいはい、語源、うん、はい、ロボットの語源ちょっとミッキーさん教えていただきます。あ、分かりました、ロボットのですね語源、なんとチェコ語の強制労働を意味する言葉から来てるそうです、うん、これ造語なんです。あ、そうなの、そうなのね、そうなんです。1920年に打たれた芝居、お芝居の台本に書かれてました。そこで初めてロボットっていうのが、使われるんですね。当時はなんか、ごめんなさい、曖昧な記憶なんですけど、うん、なんか確か特殊なガスをこう吸い込ませることによって感情も考えることもできなくなる、まあ、ロボット、強制労働をさせる、そういう召使いにするみたいな、そういう結構恐ろしい話が、結構なことっすね。そうなんです、そうなんです、そうい う, こうメッセージ性の、そうです、メッセージ性の大変強い、舞台から来てるそうです。それが今ではね、もう普通に日常使う言葉ですもんね。そうです。何えもんとか、はいはいはい、はい、みたいなのがこう出てきてるわけなんですね。はい。はあ、そうなんだ。で、ちなみにこの The robots are being trained to do rescue missions in urban environments。これはミッキーさんが出してくれた例じゃなくて、本当にそうなの？そうみたいです。ロボットは市街地でレスキュー作業ができるよう訓練されているって。なんかちなみにその腕を使わないアピールとして、バク転だとかそういうのをやってるんですよ、映像で。だからやっぱり人間だったら手をついて何か登ったりしなきゃいけないのを、例えば何か救助した上でもう足だけで動けるよっていう。そっか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 、なるほど、そのアピールなんじゃないかって言われてるんですよ。へえ、でもあんなことできちゃったらさ、本当何でもできちゃうない？でも人間、ヒューマノイド、ヒューマノイド、人間の形をしているもう一つの理由が、うんうんうん、ジェニーさんので思い出したんですけど、もう一つの理由が、はい、その一番、どんな地形でも行動ができるのがそのヒューマノイドっていう形、だから人間型のロボットを作ってるっていうふうに言ってるみたいですね。そうなんです。あと四つ足の子もいますよね。なんかよく犬って言われる。The dog. The dog, right? あとソフトバンク、野球のソフトバンクのホームゲームに出てくるロボット軍団、わかる？知らない。ペッパー君ではなくてですか？犬です。あ、やっぱ犬のやつですか？スポット、スポット、うん、あ、でもこれスポットだわ、多分私が言ってるロボット。あ、そうですね、スポットですわ。これもあれ、ボストンダイナミクス社でしたっけ、ソフトバンクさんでしたっけ、ね、どっちなのかな、これは。でも似たようなのありますよね。そうですね、なんかこう首元のところがこうアームになってて扉開けるようになってたりだとか、結構なんかその場に応じてなんかいろんなパーツをつけられるようになってるらしいですね。あ、スポットめっちゃお尻フリフリするんだけどもさ、これ見える？あ、見えます見えます。頭のその
ソフトバンクのキャップの下の部分がちょっとなんか空洞、ね、空洞みたいになってるけど、うんうんうん、あそこになんかレーザーキャノン入れたらさ、そこを戦えるよ ね、 ね。もうスポットってスポットって、うん、あの SPOT、うん、あの英語圏では定番の犬の名前なんですよ、うん、はいはいはい、そうそう、そもそもそうですね、みんなつける名前なんで、うん、そこからレーザーキャノンが出てきてちょっと面白くなったんですけどやばいことですよねへえ、これもダイナミック車なんだ。すごい、すごいね。でもミギさん、やっぱりね、いろんな、まあ、楽しみっていう意見もあれば賛否があるんじゃないですか。そうなんです、これね、軍事利用されるのではないかと、うん、militarize ですね、 militarize、 maybe they'll militarize these robots、 軍事利用されるのではないかという心配の声も、上がってるんです。はいはいはい、その、まあ、まずじゃあ What do you think about that? どう思いますか、ジェニーさん、どう思いますそれ。I think it's better than people dying。 なんか人が死ぬよりはいいかなって思っちゃうかも。なんかもう昔だったらさ、もうなんか映画の中の世界って思っちゃったけど、でも今はそれなりにリアルかもになることかもしれないかなと思って。ただし俺去年その NTT さん の、 あのデジタルフォーラムっていうのがあって、将来 AI という存在はどうなるべきなのかっていうことで、その中で AI の人権っていうか AI 権に関してディスカッションする機会があったのね。わ、面白い。で、例えばこのロボットたちがもしミリタライズされた場合、うん、彼らは AI になるのか、それともプログラミングされてドローンみたいにコントロールされるのか、うんうん、もし AI だったら自分の意思を持つ、うんうん、その AI がその場で命を失うんだったら AI のそのあの Human Rights っていうのはどうなるのかっていう、うんうん、そうだよね、もうクレイジーな話に聞こえるかもしれないけど、これ普通に僕結構真面目にディスカッション去年させていただいて、うん、そう、どうなんのって思っちゃうよね。まあ大事な話ですよね。そうですね、うん、もし AI が感情を持ってるならなおさら大事にするべきなんじゃないかなと思います。なんかでフリー以外見てたら AI のことみんな結構大切になると思うよちなみにあのゲームだったらデトロイトっていうゲームがあるんですけど、知ってる、うん、私クリアしたんですよ。マジでこの心を持ち始めるロボットたちのお話なんですけど、うん、家政婦としての人形、あ、家政婦として働いてる人形たち、まあ、人形とかロボットたちなんですけども、が心を持ち始めて人間の人権をこう主張するためにこう戦うゲームなんですね、うん、へえ面白い、うん、すごく面白いんですよね。なんでそれクリアしたんだ。あ、クリアしました。でバッドエンドグッドエンドどっちも見るんですけど、やっぱり世論とかそのやっぱ怖いからどうすればいいのか分からないとか、その心を持ってることをどう証明するのかとか、うん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 、それがすごいなんか興味深いゲームで、ちょっとやってほしいですね。マジデトロイトね。デトロイト、まさにあの1920年 の、 そのロボットの元となったあの舞台に近いですよね、その設定としては。あ、そうです、ね、そうです。だから人間に近いで感情も持ってしまった、その時にどうしようみたいな、うん、あのまあ、人権の話ですよね、うん、だ先ほどもおっしゃってたそのロボットどう、いや人間があの、ね、死ななければいいという考え方がある反面で、うん、例えばじゃ あ、 あの人間に対して攻撃をするのかとか、うん、あのまあ、AI の人権とか、はいはいはい、でいろんな議論が今まさに起こってるので、うん、まあ、調べがいのある、調べるべきな、うん、あの内容ではあると思うんですよね。そうです、そうです。でその中で、そ軍事利用される心配するときに、ある英語を使うようになったんですよ。それが、はい、スカイネット出たやばい、ここね、ドゥルルー、はいはい、スカイネットね、I'll be back、 やるやるやるスカイネットやるっていうネタで出されるやつやん。それギリギリのラインですギリギリのラインですね。はい、まあ、ちょっとあのアーニーさんのちょっとしたモノマネが入ってシュワ先生、シュワ先生、シュワさんのね、はい、まあ、スカイネットって映画シリーズ、ターミネーター、そうですね、はい、において世界があの機械に征服されてしまうロボットを開発した企業のことです、うん、なので今ではそういうそのうちテクノロジーに支配されそうなものだなとか、こういうのを開発してるものそれっぽいなっていうのを That's Skynet っていう風に言うようになった、それはスカイネットだってことですよね。うそうです、そうです、そういう言葉として、はい、だから結構不思議ですよね、映画からっていうのは。今度やってみたいんですけど、まあ、そういう言葉になったっていうのが多いんですよね。へえ、スカイネット、そう言ったりするんだ。じゃあ街中でもし AI が歩いてたら Wow, that's so Skynet, man。 そうです、そうです、ペッパー君見て That's so Skynet、どうしますかあとあれもじゃないですか、あのロボットが働いてるホテル、はいはいはい、とか分かりやすくないですか。あ、確かに確かに、うんうんうん、あの僕一個面白い話あったんですけど、はい、イーロン・マスクさんはですね、はいはいはい、実はもうそれ進んでるんだっていう話をしてるんですよ、うん、まあ、裏でやってるだろうけど。いや、裏じゃないんです、皆さん今、持ってますスマホ、はい、スマホ、ね、ネットにつながってて、スマホがなくては仕事もできない、生活ができないっていう方がたくさんいます。もう機械とつながってるんです。なるほど、確かに。信じるか信じないかはみたいな風に言っちゃいましたが、うん、っていう風にイーロン・マスクは言ってるみたいですね。確かに、そうです、そうです、そうです、そうね、めっちゃ
いい意味でそして悪い意味で、はい、めっちゃ依存してるもんね人間ですね、うん、ですね。 Excellent. So how was it guys today? 今日はボストンダイナミクス社の、ロボットパルクールに成功するっていう話からね、ロボットやロボットに対する考え方について話しましたけども、 Have fun? Right? Yeah, I had fun. I just wanna be a robot too、though. You wanna be a robot? ちょっと腕だけね、ちょっと変えたいなとか、指ちょこっと、指一つだけ。何のために？あのレーザーにして、うん、あのこう切れない缶詰とかにビーってこう開けたり、ビーってやったりとか、開かないな。超実用的。僕綿棒とか持ってましたけどね。え、レーザーの？耳か、レーザーじゃないですよ。なんでそっちになるんですか？指から綿棒が出てくるんですよ。あ、指から綿棒？そう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 。指をかくためにレーザーしたら死ぬよ。死にますね。ガンってなってね。だいぶ短いのかな。ライトセーバーのちっちゃい版かなみたいな。可愛い。Miki, had a good time? Yeah, it was great! Yeah. ね、なんかディープな話だ。たまにはこういうのもいいんじゃないのかなとは、はい、はい、思います。いきなり空気感が切り替わりすぎてごめんなんて思ったの。いや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 。でもさ、こういうことで話さなきゃいけないし、これをこのトーンで話せるのが大丈夫なんじゃないの？そうですそうです。なんかこれでなんかすごいなんかズーンってなんかもう気持ちも落ちちゃってディスカッションするとただただ聞いてて重くなっちゃうと思うし。Had a great time! I hope you guys had a great time too. Everyone who listened to UK vs. US Fancy and English Battle 引き続きハッシュタグスピナクス。そちらの方で皆さんのツイート待ってます。待ってます。結構ね掘り下げさせていただきますので、yes. はい、OK、 それではまた次回 We'll see you next time round. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, everyone! スピナーから配信中 UK vs. US Fancy and English Battle Season 2! いかがでしたか？ Hope you had fun! 感想聞かせてください。書いてください。ぜひ、Twitter のハッシュタグ SPINUKUS ね、ハッシュタグ SPINUKUS SPINUKUS っていうね、書いていただいて、そして、あなたが思うこと全部書いてくれたら嬉しいです。つぶやいてください。 Yes, please. See you soon. Thank you.